アマゾンの配達員の男が路上で荷物を放り投げる動画がツイッターに投稿され、物議を醸している。なぜこんなことをするのかと非難が相次いでおり、アマゾンジャパンは、このような行為は容認しておらず、適切な措置を講じた、と説明した。何かの原因でイライラしていたのか、写真はイメージ、アマゾン公式アカウントも反応青いダウンを着た金髪の男が、ワゴン車から荷物の箱を引き出すと、いきなり向かいの駐車場に放り投げて、この動画は、2020年1月4日にツイッター上に投稿された。たまたま車で通りがかった人がドライブレコーダーに記録したと見られ、ネット上で話題になっている。周囲の風景から、京都市伏見区内の路上と分かった。荷物は、不動産会社も入居するマンションの駐車場に放り投げられていた。ツイッターやネット掲示板では、ありえない、これはどう見てもアウトだろ、むしゃくしゃしてたのかな、などと書き込まれ、炎上状態になっている。この騒ぎで、Amazon Helpの公式ツイッターも5日、今回の件につきましては、社内にて共有の上、適宜指導含め対応させていただきます。と担当者のイニシャル付きで動画投稿者にツイートを寄せた。このツイートは、その後削除されている。不動産会社の親会社は7日、JCAST ニュースの取材に対し、荷物の放り投げについて、初めて聞きました、と驚いた様子を見せた。不動産会社は休み中のため、担当者から話が聞けないという。今後は、管理する賃貸マンションの住民に対しても、こうしたことがなかったか文書で回答を求めるなど対応したい考えを示した。